皆さん、こんにちは。遠藤です。今日のポイントは、安値引けです。ということで、7月8日水曜日、今日の取引が終わりました。日経平均株価、今日の終値は22,438円65銭。昨日比、マイナス176円04銭、続落となりました。今日一日をですね、振り返りながら、ポイントの安値引けについて触れさせていただきます。5分足チャートを切り替えます。はい、こちらですね。で、ニューヨーク市場のダウ、ナスの反落を受けての先物売りによりましてですね、133.8円、08円ですね、安の22,481円、ここですね。で、マイナス圏スタートとなりました。で、その後、じりじりとですね、下げ幅を縮小して、安値を切り上げ、10時過ぎにはですね、プラス圏浮上。で、22,650円をここですね、超えたところで、今度、売り物に押されまして、再びマイナス転換。まあ、前場、マイナスで終えたと。で、5番はですね、先物主導の売りが重なりまして、前場安値、ここですね、ここの前場の安値、これを下付けして、安値膠着の場面を経て、大引けにかけて一段安と。結果、今日の安値引けとなりました。今日ですね、ETF の分配金からも売りも入ったのではということで見られておりますが、そして日足チャートに戻してみます。で、日足チャートを戻しますと、昨日ですね、昨日、日足の MACD、ここですね、日足の MACD はゴールデンクロスに切り替わったということで、今日、ゴールデンクロス2日目という形で終えております。ギリギリゴールデンクロスという感じですね。で、週初めにお伝えしました方向感の乏しさは変わらず、今日 S q 前の水曜日となる今日の日足チャートにて、再び25日線を終値ベースで割り込んだと。で、上髭のですね、陰線次元の安値引けという結果に今日なりました。上髭つける陰線で25日線を終値ベースで割り込んでいるということになります。ですので、レンジですね、これからお伝えするレンジをはっきりと上方向にブレイクするパワーは弱くなってきたということが言えます。で、さらにですね、今現在グロベ、ダウ先の売り含めまして、為替ドル円、にもですね、ドル買いもあまり大きく見られず、特段大きなイベントもないので、外部環境が良化していないこともですね、投資家心理を冷やしているように感じられます。以上からですね、今週の日経平均の上下のメドは、上値メドは変わらず、引き続きですね、6月9日の高値、23,185円85銭、そして下値メドは、22,000、ところありますけれども、その下ですね、6月15日の安値、21,529円の83銭までと、このレンジ内を動くのではないかと見ています。で、今日のデイトレ生放送ですね、多くの方にご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。マザーズ、ジャスタックは、日経下がっているにはいずれも4営業日続伸、個別ではですね、4599のステムリムですとか、3911エイミングなど、あとはですね、東証一部ですけれども、3667のエニッシュなど、注目銘柄に資金がしっかりと入っていましたね。そして今日は、薄利の方もいらっしゃいましたが、多くの方が利益を確保することができましたこと、非常に嬉しく思っております。デイトレ生放送については、次週ですね、火曜日、水曜日となりますね。日々の注目銘柄については、ツイッター上にてですね、お伝えしていきますので、ぜひツイッターのフォローもですね、していただき、皆さんの銘柄選定やトレードの参考にしていただければ幸いです。それでは本日はここまでといたします。まだの方はですね、チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼いたします。